文句だおらのコーナまあ、ペンチでお手軽にカチ割りおじさんです。そろそろハリトザコシショウです。どうも。文句だおらのコーナーですね。待って、ちょっと鼻が出ちゃう。なんか鼻炎だね。鼻炎だか風邪だかなんかわかんないけど、今さ、お盆でしょ。お盆が終わったのかな、よくわかんないけどさ、なんかすげえやね、もうほんと、なんかもうすげえ朝早い仕事が多くて、今もそうだよ。今日だってもうね、これ撮ってさ、昨日ね、サマソに出てきて、帰ってきて、でサマソにさ、あれじゃん、もうお笑いステージがさ、ちっちゃいから、楽屋がさ、その幕張メッセの中じゃないですよ。あんまり中っていうか、控え室があるんですけど、控え室のなとこじゃなくて、っていうの、幕張メッセの、なんかあれ、国際展示場の、ホールがあるじゃん。ホールの中なんですよね。ホールの中にテントをやって、で、テントの中で楽屋だから、で終始暑くて、で、冷房もさ、中してんのかな？中してんのかしらけど、楽屋の中はだから扇風機投げたんで、すげえなんか、鼻詰まって。で、バンドの音が終始うるさくてさ。いや、音楽ね、好きだよ。好きだけど、なんていうかな。音楽じゃなくて、その出番で来ててさ、で、終始もう、こう、隣にアキラがいたんだ。アキラの声もわかんない状態になるからさ、なかなか疲れちゃってさ、で、帰ってきて、終わって帰ってきてさ、で、ずっと6時間ぐらい受けてて、まあ出番やって、まあ帰ってきて、ほんとちょっと疲れて寝ちゃったよね、ソファーで。寝ちゃって、2時間ぐらいかな。ほいで、さっき起きて、もうさっきというか12時ぐらい。っていう感じだよ、ほんと。で、お盆だからなんか営業の仕事がすげえ多くてさ、営業だかなんだか。でもすげえ朝早いの最近もう、ほんとで。今日なんてもう一回寝ちゃったから多分寝れねえし、帰ってきて風呂も何も入ってねえから多分今から風呂入るんだよね。で、そしたら、もう行く時間になっちゃう。うん。徹夜だかなんだかよくわかんないやつ。まあ、新幹線で寝れるからいいんだけどね。だからさ、声もちょっとやべえじゃん。やべえですよ。うん。で、そう。何やったっけな。いろいろやってるんですよ。だからほんと、まだ言えてないんですけど。なんか、収録とかもあり、営業とかもあり。うん。
この間もびっくりさんが、言うたら、ね、ありがたいんですけど、神戸に営業に行って、それは夕方と昼間行って、で、夕方営業やって、まあ、家帰るのが、てっぺん、12時過ぎるぐらい、家着いて、そっからさ、もう動画とか撮るんじゃん。ほいで、その次の日の仕事がもう、6時の新幹線なのよ。6時じゃないよ。あ、6時か。6時じゃないわ。あ、この時は違うか。まあでも6時とか7時の新幹線で、で、まああんま、ね、で、早いから、もうほぼ、1時間ぐらいしか寝てないだよね。ほいでさ、次の日の仕事がさ、パチンコ屋の営業。うん。で、ずーっとこう、打つやつ。うん。はぁ、あれ、気絶しそうになったもんだって、俺。眠すぎて。ずーっとパチンコ屋打ってるじゃん。眠くて。いや、でも、ゆっくんだろ、お前、ゆっくんの名前じゃ。あ、それ、ゆっくんの名前だよ、ほんと。ねえ、キングオブコントの決勝、準決勝が発表されてたやん、さっき。うちの事務所も何組か準決勝受けてて、何組か通るかなと思ったら、ね、注目してたコンビが何組かいたんですけど、結局、ヤダンしか通ってなくて。ね、そそくさと、ダーリンズの、松本リンスさんにさ、しらばっくれて、ね、ちょっと、一言、ギュンシュートだけ送って、そしたら、キングオブコント落ちましたわって連絡来て、ほんとな、ダメだな、ほんと。っていうかさ、世代交代のなんか波が来てるよね、なんかね。まあ俺はもうね、コンテストのその世代交代のとかもう、とこじゃないから。もうそこはクリアしたからさ。ね、今お前、なあ、世代交代だからもう、ライガーの気持ちがわかるんじゃないみんな。うん、若い。だってライガーとさ、若い世代で世代交代してたやん。ライガーはさ、これ、むちゃくちゃ、出る杭打つけよ。なあ、あんな弱えから、ダーリンズとか。すぐ世代交代になっちゃう。なあ、ほんと。もうね、だって、チャンスだったんですよ、だね、松本リンスさんは。うん。キングオブコント、去年が8位。で、R1 決勝行って、で、今年。そう。大口叩いてきたね。大口叩いてましたけども、結局、万年発泡酒。ね。バイトはやめれないっていうことですよ。で、もう地獄なのが、言うたら、ヤダンを受かったわけじゃない。で、ヤダンのロングサイズ伊藤と、松本凛さんが、一緒住んでるわけ。貧乏やから。家賃半分出して。その状態でさ、ヤダンは受かってて、リンスは落ちてるわけ。で、襖で部屋を区切ってるんですけど、襖一つで天国と地獄だなっていうことをね、連絡いただきましたけどもね。そう。リンスが、悔しさをかみしめて、ロングサイズに、準決勝進出おめでとうって言ったら、無視されたんだって。なんでかなと思ったら、ガラって襖開けたらさ、ずっと、イヤホンつけて、携帯ゲームしてたらしいよ。余裕だね。うん。もう、もう、明暗が分けるね。分かれる。はぁ。やべえですよ、ほんと、リンスさんは。リンスさん以外もそうよ。SMA のやつ全員。ダーリンズ筆頭に、
まあ、野団もね、決勝行かなかったら同じですから。うん、まあ、行ってほしいですけどね、野団は。うん、あと、いろいろ、何組行ったんだろうな。何組やってたんだろう、準決、準々決勝。何組が行ってましたけどね。あ、ロビンも落ちたからな。うん。なかなかその常連組が行ってねえですよ、今回。で、よく見たらさ、あれじゃん。第7世代って言われてる組が結構入ってんじゃんね。今の準決勝。俺もあんま見たことないんだけど、加賀谷とか、皇帝だとか、エンペラーだとか、空気階段とか、あそこら辺が入ってんでしょ。如実に現れてるね。ざまめろ、おねろ、ダーリンズ。ね。もう、日々精進したらダメ。桐野くんとか、ね、恋愛してる場合じゃない。この間、ムカついたわ。で、営業終わってからさ、ゆっくんと、桐野、あと、白木もいたんだね。あ、白木。それでお前、ね、俺はお笑いの話したかったの。俺単独あったから、東京単独だったからその感想を聞こうかなと思って3人呼んだんですよ。やだな、ほんまが来れないっつって急遽白木は来たんですけど、入ってたから。そしたらさ、桐野くんがちょっと遅れてきて、で開口そう遅れてガラッて来てさ、で遅れてきて席つくやいなや、はぁーとかってため息つくだよね。何って聞くじゃん。で何って聞いたら、いやいや、ちょっと別にそんな大したことないですよとかって言うから、また興味引くだよね。もう地雷なんですよ。でそしたら何とかって言うと問い詰めたらさ、いやー、先日付き合った彼女と揉めちゃいましたよとか、バカじゃねえかバカ。あれらしいよ、どうも。なんだろうね、ホンダライダーくんっていう芸人がいて、ホンダライダーくんとその、まあ言うたら、一人を、ね、ホンダライダーが好きな女の子がいたんです。で、ホンダライダーが、キリノと仲いいから、キリノくんに相談してたらしいよ。好きな子がいて、どうしたらいいかと。キリノくん、ちょっと、一緒にちょっと三人で飲み行こうよ、つって。ちょっと、フォローみたいにしてください、みたいなこと言ったんだって。それで、そしたらキリノは言うたら、ねえ、ホンダライダー行くようにテレビ出てるから。それじゃあ、結局食いつくだよ。桐野くんのこと、その子は。おいで、ホンダライダーくん脈なかったんですよ。で、言うたら、ホンダライダーが、好きって言って振られたらしい。じゃあもう、三人で会ってましたけども、もう桐野くん、あのことは、何にもその、しないでくれと。連絡もしないでくれ。私はもう振られたからと。で、キリノがそこで、分かったっつって言ったんですって。分かった、もう連絡しないからっつって。でも、水面下でちょこちょこ、ちょっかい出してたらしいよ。会ってたりして。うん。略奪愛。地獄だわ。あのレベルの、略奪愛。ほんで最近なんか、デートとかなんだか行って、なんだか、ほんで告白したかな、知らないけど、で付き合いますかみたいなこと言って付き合ったらしいんですよ。おいで、なんだろう、あいつがさ、やっぱどうにもこうにもお笑いより女だから、あいつはモテなかったし、ずっとで、やっぱ女にモテてっていうか、やりてんでしょ結局は。そこですよ。で、デートに誘って、手とか繋いで、なんか雰囲気がよく、手も繋いであるのかな、よくわかんないけど。雰囲気が良くないのにもかかわらず、ちょっと、おたくさんちょっと、チューして、キスしてもいいですかみたいなことを言ったらしい。言ったらしいんだって。そしたら、いや、外でチューするのは嫌だって言って断られたらしいわ。で、キリノ君が怒ってですね、憤慨して、あなたは、僕のことを嫌い、あんまり好きじゃないんじゃないかっつって、拗ねたらしいよ。気持ち悪い。
どうせあれでしょ、キスしていいかって聞いた時も、寄り目で多分聞いたんですよ、あいつ。気持ち悪い。バカじゃねえか。そんなこと言ってるから、ね、そんなことやってるから、お笑いで成功しないさ、あなたは、ほんと、キリノ君。ね、成功してる、まあ、ね、ゆっくんとかよりは全然出てるから、まだ成功してる方ですけど、結局さ、あいつなんてお前、R1 なんかさ、無理だし、無理っていうか、まあ、頑張ればいけると思いますよ。でも、今のところ無理でしょ、あんなもん。だって、ネタやってさ、アリジェネの時さ、だって、有田さんとかみんなが突っ込んでくれるから笑いになってるけど、一人でやったらどん詰めにするからな、あいつ、ほんと。それをね、桐野くんに言ってんですけど、金言をいただきましたみたいなこと言うんですけど、全く、それを変えるとか、何も、ねえ、あいつは行動に移さないから、ああ、もう地獄だと思って何も言わないですけどね。そう。頭固い、プライド高いですよ。結局は。そうなんですよ。まあだから、まあ何年かしたらわかんじゃないですか。うん。で、その、言うたら世代交代とかね。まだ、キリノ君とかユッ君とか、まだ、リンスとかよりは若いから、同じぐらいでも同じ、ちょっとそんな変わんないか。だから、ね、その、まあ、ねえ、キングオブコントの、その、今回の感じの世代交代には含まれてないじゃないですか。だから、ね、ユッ君はもう問題外ですけど、キリノ君とかは。コンビですからね。ピンはピンでまた違うから。でもさ、言うたら、第7世代がガッて来てる状態で、あんなおじさんをね、その、業界がさ、今若いのってなってんのに、まあ、売れてねえ若、おじさんはね、で、その、よっぽどなことじゃない限りさ、使わねえじゃないの、ほんとね。だからね、口酸っぱく言ってんですけど、なかなかね、難しいらしくて、うん。結局さ、リンスなんてさ、なんていうの ?R1 でね、言うと3位だったわけですよ。で、それをもう、ね、自信過剰だからさ、あいつ。もう3位、言うたら、悔しいじゃん。悔しいけど、言うたら、余波 !R1 余波が、ね、ちょっとは入ってたの。ちょっとは。で、それがあるもんだから、もう俺大丈夫や。もう俺ピンで行く。もうちょなんやったらキングオブコント、今年ちょっともうね、あかんかったら、俺なんやったら考えるよ。みたいなことを大口叩いてたの。地獄ですわ。結局、ね、あかんくて、どうするんですかあなたはっていうことになって、いや、また来年も頑張りますってなるじゃん。な。結局そう。何にも変わらないんですわ。だから、毎年、万年発泡酒だし、発泡酒かっくら、昼間くん3時からかっくらって、高校野球を見ながらお供にそうめんをすすり込んで。すすりまくってんでしょっていうことですよ。ね、一般大衆代表。ね、よくやった。うん。まあ、一般大衆代表だから8位が、マックスなんですよね。うん。決して、なんだよね。そう、天才肌とじゃないです。うん、奇才でもないです。一般大衆。ね、バイトは辞めれない。っていうことです。まあまあね、ちょっと長くなっちゃいましたけどもね。まあいろいろ、今後も動きあるんじゃないですか。だからね、ちょっとお伝えしていきたいと思いますわ。うん。そう。そんな感じでね。ヤダンのね、ヤダン応援してあげてください、皆さん。決勝行けたらね、快挙なんで。どうも、でも腹立ったんが、単独ね、もう、小道具作りをさ、ヤダンの本間くんと、キリノくんと、ユックンちゃんに、頼んでね、事務所に来てもらって、やってたんですよ。それで、キングオブコントの予選の日だったんですよ、それ。で、夕方からやって、受けたらしいんですわ。うん。で、その、予選第2回戦かな。で、そしたらさ、
予選がこう受けたって、で誰かがさ、あの素人の子が、お客さんがさ、レポ書いてんじゃん。でそれをさ真に受けちゃって、ずっと俺がこう小道具が足りなくなったから、ちょっとどっか知恵に行こうぜっつって、ちょっと調べてくれって言った時に、こうし携帯でちょこちょやってたんですよ、こうやって。そしたら、え、見つかったとかって聞いたらさ、自分のエゴサーチしちゃうの。やだんの。キングオブコント、予選の、1位通過は多分やだんだって言ってましたわーってこう見せてきたからね。腹立つわ。そんな感じさ。ちょっとね、まあそんな感じで、お盆で、ちょっとなんか今ちょっと今月すげえ忙しいから、なかなかあれですけどね、またね、単独もあるんでね、また静岡、大阪ね、見に来る人よろしくお願いしますということですね。はい、あとちょっと、今後の動向、分かったら、分かり次第またこの文句だおらね、お伝えしますね。リンスの今後とか、ヤダンのエゴサーチの感じとか、キリノの恋愛事情とか、っていうわけで、文句だおらんこないでおりました。はい。